こんにちは、栄ブレイザーズ応援団長直樹です。さあ、ブレイザーズアット TV 今回もご覧いただきありがとうございます。すいません、セリカちゃんが今日はいてないんですよ。もうファンの方もね見てらっしゃると思いますけど、今ねセリカちゃんは栄祭りでパンパンなんです。頭今台本ずっと見てまして飛ばしちゃったんですよね。大変申し訳ございません。今日は一人でお送りしたいと思いますが、ブレイザーズだけの番組でございます。今日はですねこのセットがあるんですけど、記者会見 V プレミアリーグの記者会見が行われまして、そしてその後なんと選手2人に、駆けつけていただき、いろいろと話を伺いたいと思います。今回も楽しんでいただきましょう。ブレイザーズアット TV スタートです。一人の方が楽しい。では栄ブレイザーズ 2012-13 V プレミアリーグ記者会見を始めさせていただきます。去年に比べますと4回戦総当たりということで、期間も長くなりますし試合数も増えます。まあ、そういった意味では、大変選手にとっても苦しい、試合が続いていくんじゃないかなというふうに思っておりますけれども、私どものチーム、毎年優勝を目指して頑張ってやっていきたいなというふうに思っております。石島がキャプテン、そして、副キャプテンに井上と、新しい体制で、スタートしたわけですけれども、このオフシーズンやってきたことを、リーグで発揮して、この新しい変化のある時ですけれども、しっかりと結果を残せるように、一試合一試合頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。僕が感じるのは、一人一人が自分自身が変わろうという気持ちが、技術や、精神面、また行動に現れてきたんじゃないかと思います。それが試合で、うまくいくか分かりませんけど、僕はこのチームのみんなを信じて一緒に戦っていきたいと思います。最後に、みんな笑って、監督を胴上げしたいと思いますので、チーム一丸となってこのリーグ長いですけど、一戦一戦、必ず頑張っていって、いきます。さあということで、記者会見が終わりまして、選手2人が駆けつけてくれました。ご紹介しましょう。井上選手、今村選手です。どうもこんにちは。さあこんにちは。よろしくお願いします。お疲れでした。いやね、記者会見ありがとうございました。まあまさにここで本当ですよね。今緊張感のある記者会見が終わりましたけど、なんか2人始まる前に何かの言いたいことあるらしいですね。いや、言いたいもの申したいこと。いいですか、言わせてもらって。まず何ですか。なんで、はい、まずね、セリカちゃんがいないのかっていうところですよね。僕ら言いたいのは、会いたかったな。だよな、会いたかった。なんてセリカちゃんに会いたかったな。そうだよね、会いたかった。 お前らはやっぱりそっちか。いや、直樹さんだけだったらもう終わりますわ。いや、ちょっとへこむからやめてって。そんな、いやセリカちゃん、そうやね、会いたい言ってたもんね。セリカちゃんのね、人気がガンガン上がってるんですよ。マジっすか。はっきり言ってブレイザーズ TV で悪いことそんなに喋ってへんねん。2回で2回って笑ってくれないで、あの子。そやけどね、やっぱりね、僕も思う、やっぱりね、必要やわ。本当ですか。これからはあの子中心にまたお送りしたいと思います。直樹さんあってのね。バカだな。はい、まあ、そんな楽しくお送りしたいと思いますけどもね。こんな空気じゃなかったよね、やっぱ記者会見って。やっぱりどうですか。いや全然です。緊張感があって、はい、やっぱこうああいうのをやると、うん、やそろそろ試合始まるなっていう感じで気が引き締まりますね。いよいよスタートするなっていう感じがありますよね。はい、今の選手どうですか。いや、やっぱりもうここもうついに来たなっていうか、うん、もうそろそろ始まるんだなっていうのがもうひしひしと伝わってくるというか、あの毎年恒例の、市長祈願も、はい、堺市の阿久津神社ですか。そうですね、阿久津神社で、で行ってきて、はい、ああいう時もどうなんですか、行ってみんなと。いや、もう記者会見みたいな感じと、うん、まあ似たような感じですけど、うん、やっぱああいう市長祈願とかするとなんかこうそれこそまあ気が引き締まるって、うん、一緒ですけどね。高ぶってくる、はい、どんどん高ぶってきますよね、うん、ああいうの。どうですか、今村君なんかやっぱり素晴らしい映像としてやらないといけないことが十分あって。そうですね、うん、まあ、それまでは本当普通に、うん、まあ、それまでも練習は一生懸命やってるんですけど、はい、さらにこうエンジンかけるじゃないですけど、ギアをもう一個上げて、うん、最後のねできることをやって、うん、まあ、リーグに迎えるチャンスだなっていうか。
ね、はい、逆に思うよね、はい、すいません神様優勝させてくださいっていう気持ち、いやいやいや、ね、毎回持ってますね、こう目つぶりお願いしますお願いします、うん、今年は頼む、今年も今年も助けてくれみたいな、ああやっぱりそういう気持ちになんねんね、ありますね、あとまあね、まあこの時期といいますと毎年参加してるのが境祭り、あそうですね、はい、ね、はい、まあ毎年参加して、あれダンスコンテストとかあって選手が審査員とか今回もやったんですよね、そうなんですよ、そうです、はい、伊藤と横田、はい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 、ね、はい、あと坂梨ですかね、ね、はい、あのブレザーズ の、 そのホームゲームの前とかでダンスとかやってるのは知ってましたか、あもう僕らは見れないんですけど、うん、はいはい、もうそういうのはイベントとしてやってるっていうのは前々から知ってて、うん、まあ、1回見たいなと思うんですけど、うん、はいはい、やっぱり試合の準備等もあるんで、あ な, か な, かなかなか見れる機会がないので、ね、はい、いやいや、この後ちょっと VTR でもありますから見ていただきたいと思いますけどね、はい、あとあのね、あの次の日と2日目は、ね、この間 みんなであれでしょ、こう歩いたんですよ ね、はい、そうですね、歩くというかパレード、まあパレードはパレードですけど、うん、まあ歩いてボールサインボール投げたりとか、うん、今回はどうでした、いや今回もやっぱ本当に多くの人がいて、うん、まあ堺市なんで、うん、やっぱりそこで、まあ、僕らもアピールできるチャンスでもありますので、うん、どんどん PR し、はい、ね、どん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  PR してくださいよ、はい、そうですね、ね、明後日なんですから本当にやらないといけない大丈夫かな。で俺の意味分かった、今の意味分かった、はい、そうよ、これは、はい、あれですよ、ちゃんとしないとダメなんですよ、はい、今実はねもうここ出てます、収録前行く前ですよ、はい、市民の皆様っていうのは大事なんですから、はいはい、ね、やっぱり皆さんがビラを巻くことでどんどんファンの皆様ホームゲームで来て、はい、キャー井上さん、キャー今村さんってなるんですから、こうピシッと歩いてくださいよ、もうダラーッと歩かんようにしてくださいよ、はい、いやよく気をつけます、そんなプロならんといて、はい、そんなね、まあ、あの皆様には、はい、その境祭りの模様をですね、ちょっとご覧いただきたいと思います、直樹さん、井上選手、今村選手、スタジオの方行けなくてすいません、なんですけど今日はですね、ガオン君と私、落ち方セリカでですね、境祭りに参加してくれた境ブレイザーズの選手をレポートしたいと思います。まずはですね、境祭り前夜祭の土曜日に行われた境キッズダンスコンテストグランプリ2012からどうぞ。そして21日の日曜日は境祭りのメインイベント大パレードに境ブレイザーズ全選手が登場。新キャプテンの石島選手を中心に大正寺ロードおよそ1キロを歩きながら堺市を PR。 大パレードの中、間近で堺ブレイザーズの選手を一目見ようとたくさんのファンの方が集まりました。いかがでしたでしょうか、堺祭り、本当にたくさんの方が来られててめっちゃ盛り上がってました。そしてですね、キッズダンスコンテストにはやっぱりパワーをもらえますね。しかも堺ブレイザーズの選手がお祭りに来て実際に会えるというのはもうお祭りならではの魅力だったんではないでしょうか。この勢いでですね、 2012-13V プレミアリーグ堺ブレイザーズ優勝しましょう。ねえガオ君、ということで直樹さん、次回は必ずスタジオに行きますんで待っててくださいよ。そして井上選手、今村選手、 V プレミアリーグ頑張ってください。ということでリポーターはガオー君と落ち方セリカでした。バイバイ。いやー、セリカちゃんも楽しそうでしたね。本当ですよね、社会まずえらい盛り上がって、えらいガービラ巻いてすごい。本当ですよ、結構頑張りました、ね、全然バッチリです。もよく頑張っていただきましたね、はい、本当に本当にもう堺の皆さんを大事にしてるってね。そうですね、たくさんの方にね、うん、やっぱ会員になっていただいて、そうそうそう、したいですし、試合見に来てもらいたいんでね、うん、もうあの本当にしっかり私に言ってちょうだいよ実際は明後日やねんからそうです、ね、お願いしますよ。今村君任せてください。いいですか、任せてください。仕事しますよ仕事我々もテレビ事情っていうのもありますからね、はいはい、もう実際は、まあ、収録日は前なんですけどそうですね、ね、本当に緊張するね、緊張するね、はい、試合とこういう
どうですか、収録とかっていうのは今村君どう、緊張の仕方とかっていうのは。いや別物っちゃ別物ですけど、はい、こっちの方が緊張しますね。やっぱりする。いやもうやっぱ慣れてないから。あそのバレーなんか井上選手どうですか、入って緊張するけど、はい、どっかでほどける時ってあるじゃないですか。あやどこでほどけます。一回ボール触るとあ少し和らぎます。自分のところに来たら、ね、はい、あそれまでがちょっと不安ですね。あ飛んでくるまでは、はい、今村君なんかどうですか、特に2番目攻撃につなげないといけない1球目なんかっていうのは、はい、いやもうどうにでもいいから上げようみたいな。あもう形はどうあれ、はい、まずは上げようみたいな。あなるほど、まあ、そこから徐々にリズム作っていくじゃないですけど、うん、すごいね。僕なんかずっと喋ってることで、いまだに25年間ガチガチやで俺ずっと緊張してる。もうほんまに今日も引っ張ってくれてるじゃないですか。いやいやいや、でもそれ言っていただくともありがたいです。まあまあ楽しくねブレザーズアットTVは本当に楽しくですけれど、はい、ねさあいよいよ11月の3日から始まりますけれども、はい、まずホームゲームですよ。やっぱりこう ねあそこの人どうですか、ホームゲームの空間っていうのは井上選手。いやもう毎年ねホームゲームやらせてもらってますけど、うん、やっぱあの空間でやれることっていうのはすごく、ね、やっぱ鳥肌が今でも鳥肌が立つというか、本当興奮するので、あのたくさんの観客の皆さんの前でやれるというのはすごく嬉しいことですし、うんね、はい、あの今村選手の中でもね、例えば終わった後にこの観客の人たちが勝たせてくれたとか、うん、この空気が後押ししてくれたなんかね、よく言ってくれてますけど、どうですかあのホームゲームの空気っていうのは。いやでもやっぱ他の会場と違いますからね、本当にあの堺一色っていうか、はい、もうやっぱり直樹さんがもう応援してくれた勢いをもうお客さんとかファンの人がみんなそれをコートにぶつけてくれて、やっぱ僕らもそれに本当に後押しされて、うん、これはもういつもの数倍も体も動くし、うん、やる気にもなるし、やっぱ他の会場とは違うなっていう、ね、それはもう肌で感じますね。会場の皆さんと一緒に戦ってる感っていうのがあそこの金岡の体育館では本当にありますよね、はい、そうですね、はい、今回は11月の10日そして11日12月の1日2日、ありますから、ぜひともあの皆さんにですね足を運んでいただいて、選手の皆さんの後押しのできる応援をとも思いますので、本当にあの怪我だけは十分気をつけて頑張っていただきたいと思います。頑張ります、ね、はい、そしてこの後我々この収録終わった後は激励会、はい、ね、ここも激励会、激励会でどうですかやっぱり今村君。激励会ですか、いやテーブルがもう配置されてて、そこに選手一人ずつこう配置されるんですけど、はい、僕とかあのこれが全然喋れないから。いやいやそんなよう言ってるからそんな。こうやって固まった状態でも、うん、はいはい頑張りますみたいな。なかなかこう話題が広げられないっていう。なるほどね。誰がそんな暗い話してる。最後今から終わるいう時に前向きな話して。前向き。もうねもう前向きといえばそら最後にちゃんと。ミスターポジティブ。そう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 。もうね、そ前回の放送 の大道区みたいなもんですよ、はい、ね、で北島選手みたいなも最後そら前向きに、そらもう前向き、そら映像下げましたから ね、あもう激励会もあって、さあさあさあ意気込みを最後代表で。そうですね、はい、やっぱり僕も喋れないんでどうしても萎縮してしまってこういう感じになるんですけど、お前らもう来るなそれもう来てくれるな、もう本当にセリカじゃ読めへんぞもうなんかそれを言うてる自分がすごい、ね、いやしかし本当に、ね、はい、明るく楽しいチームなんで本当に皆さんに応援をしていただきたいと思います。そしてまたブレザーズアット TV これからも楽しみにしていただきたいと思います。今日本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました、ね、ということで、また次回お会いしましょう。最後さよならね、またお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。今セリカちゃんいますんですいません。